佐藤茂雄です。佐藤茂雄さん、お店が私の名前を取って、丸茂。丸茂さんね。わ、かりました。茂雄は観光家になっちまったのね。みんな したんだどやってみんな来るからね、こういう人たちね、何でも生きていかなくてねえから、イラギにいた時はね、150人収容する料理屋だったの、その真向かいが自宅でね、3階建てのうちだったんです、全部根こそぎでやられた、やれやれと思った途端に全部やられたから、いろんな人からの応援もらってね、出せ出せっていう、エスパルト長町にもあるんですよ、店、あ、そうですか、そうですね、100万都市だね100万都市、ここでは桁違いやつが、そうですかやっぱり仙台でみんなから応援もらってね、今度こっちは地元だから、こっちの店だし、ああそうですか、ここのちっちゃい今あの舗装としてるやつが柳枯れね、柳枯れ水枯れとあってね、それから、その次は曲がれなんです、曲がれね、これで何時間ぐらい干すの？2時間ぐらいですね。2時間でいいの？お父さんは今おいくつですか？80です。80？ 80になってやれやれやれだや引退と思ってとんでもねえよ休ませてくれませんね、なかなか社長はやる気満々だからね、やっぱり100万都市だね5つが根付けてくんの、夜長？夜長、うろろろろろ、前向かないとダメだから何もなったってダメだな頑張れるぞ、頑張れるぞ、ありがとうございます、はい、はい、どうも。